自由土地党は19世紀半ばのアメリカ合衆国で短命に終わった政党である。1848年の大統領選、1852年の大統領選で活動し、いくつかの州の選挙にも候補者を送った。第三政党制への移行期であり、単一問題に関する主張を行う党として、ニューヨーク州で訴えを始め、大きな力を引き出すことができた。党の指導層は、 ホイック党と民主党の元奴隷制度反対論者で構成されていた。その主目的は新しい西部領土への奴隷制度拡大に反対することであり、自由土地の自由人は奴隷制度よりも道徳的にまた経済的に優れた仕組みであると論じていた。彼らは新領土における奴隷制度に反対するとともに、 オハイオ州のような州で解放されたアフリカ系アメリカ人に対する差別を行うような謙遜法の撤廃に努めることもあった。自由土地党員の大半は1854年に決闘された共和党に吸収された。1850年のフーシマンが連邦に対する危機として奴隷制度廃止論者、自由土地などの運動家を攻撃している。 自由土地等は次のような考慮で選挙に出ていった。我々は我々の旗に自由土地、自由言論、自由労働者及び自由人と対処し、その下で何度も何度も戦い続けて、劇的な勝利で我々のロークが報いられるまで戦う。また、ホームステッド法と歳入目的のみの関税も要求していた。党の支持基盤はニューヨーク州アップステート、 マサチューセッツ州西部及びオハイオ州であり、さらには他の北部州でも議員を送った。自由と地等は奴隷制度が労働者の尊厳を傷つけ、社会的な流動性を阻害していることで、基本的に非民主的であることに不満だった。奴隷制度は経済的に非効率で時代遅れの制度であるとみなし、奴隷制度は抑制されるべきであり、抑制できれば、 究極的に消失するものと考えた。バンビューレンとアダムズの選挙期百8 4 7年、ニューヨーク州民主党大会は、米北戦争でアメリカ合衆国が征服した領土では、奴隷制度を禁止すべきだとしたウィルモット条項を承認しなかった。大会委員のほぼ半分は、バーンバーナーズと呼ばれた、奴隷制度拡大に反対した者たちであり、 全党的な綱領を非難した後で退席した。民主党が1848年大統領選挙で候補者に指名したルイスカスは新しい領土で奴隷制度を採用するかの判断について人民主権の考え方を指示した。この姿勢のためにニューヨーク州民主党が反発し、ホイック党の反奴隷制度派及び自由党の大半と合流して自由土地党を結成し、 1848年夏にニューヨーク州ユーティカとバッファローで行われた党大会で正式なものとなった。バッファローのラファイエット広場当時はコートハウス公園と呼ばれていた場所での大会では元民主党の大統領マーティン・バンビューレンを大統領候補にチャールズ・フランシス・アダムズを副大統領候補に指名した。党指導層にはオハイオ州のサーモン・チェイスとニューハンプシャー州の ジョンピー・ヘールがいた。大統領選挙の開票結果で、自由土地党は投票総数の10%を獲得したが、選挙人は得られなかった。これは、バンビューレンを指名したことで、ホイック党の反奴隷制度派の多くが離反したことも一因だった。自由土地党は、奴隷制度廃止運動を軽視し、奴隷制度に潜在する道徳的問題を避けた。 その代わりに新しい西部領土において奴隷制度が自由白人労働者と北部事業家に与える脅威を強調した。奴隷制度廃止運動家のイリアム・ロイド・ガリソンがこの党の方針を白人主義だと揶揄した。しかしこの党の姿勢は奴隷制度に反対する中道派の多くに訴えるものがあった。1848年は内国改良の制限付き推進。 ホームステッド法の成立、公的負債の返済及び歳入を満たすだけの、温等な関税を訴えていた。1850年妥協が一時的に、奴隷制度問題を棚上げした形になり、自由土地等の妥協のない姿勢を弱めることになった。バーン・バーナーズは、民主党に復党し、自由土地等の中は熱心な反奴隷制度指導者が、支配的存在になった。1852年、 アメリカ合衆国大統領選挙で自由土地党は、ジョン・ヘールを候補に押したが、一般投票での得票率は5%にまで落ちた。しかしその2年後のカンザスネ・ブラスカ法成立によって、激しい議論が起こり、自由土地党に残っていた者たちは、共和党の決闘に参加した。自由土地党は注目された第三政党だった。 1849年3月4日から1851年3月3日までとされた第31期アメリカ合衆国議会には上院議員2人、下院議員14人を送り出し、通常の第3政党よりも成功したということができる。1848年大統領選挙の候補者、マーティン・バン・ビューレンは、ホイック党のザカリー・テイラー、民主党のルスカスと争い、 29万1616 16票を獲得したが、選挙人を獲得できなかった。この1848年の打ち壊し効果によって接戦だった選挙でテイラーを当選させた可能性がある。しかし、党の力は合衆国議会に送った代表の数だった。上階に合わせて16人はその数以上の影響力を持った。その最も重要な遺産は、 ハンドレ制度派民主党員を新しい共和党に加入させる道筋をつけたことである。1854年8月のイリノイ州オタワでは自由土地党と保育党の同盟が進められ共和党を立ち上げさせることになった。オールドコートハウスヒストリー・オブ・バファローチャックラ・キューザー2008年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年3月8日閲覧 books.google.com スラッシュブックス、books? id イコール 6g6qx ジクサックピコグラムイコール pr12 メイフィールドジョンリハーサルフォーリパブリカニズムフリーソイルザポリティクスオブアンチスレイブリーポートワシントン NY ケニコット1980テイラーウィリアム・アレクサンドルセンテニアルヒストリーオブ・コロンバスフランクリン・カウンティーオハイオ S.J. クラークパブリッシング COPP1611622009 年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年3月6日閲覧ありがとうございます。